はい。それでは、京都記念と、共同通信、はい。そして、副賞生活、本ちゃん行きますよ。はい。その場合になんと、クイーンカップ延期。あっちゃー。ー降雪ですって。月曜日やるらしいです。はい。えー、まぁ、あ、馬番とか変わらずやるって言うてるんで。どうでしょう。まだでも、まあ明日の東京の番を見てから来ますか。また変わるかもしれません。また明日の夜か。本ちゃんやりますんで、よろしくお願いします。まあうまいこと3連休ってこともあって。

はい。それでは、本ちゃん出走表いきましょう。はい。東京は、えー、今日も夜間発売取りやめ。あっちゃー、また雪で中止ですか、これ。そうなってくると、今度火曜日だぞ。火曜日なんか誰もいいぞ、お前。マジか、これ。さあ、どうしましょうか。まずは、京都記念からいきましょう。はい。えー、京都記念ですけれど、ちょっと印1個ちょっと変えました。 はい、えー。本命をパフォーマープロミスですね。前回まで無印してましたけど、えー、結局この馬を印本命にしました。はい。というのもね、ステイフーリッシュが一番人気がちょっとハッテナーですか。うん。この2頭正直もう実績で考えましたよ。もう無理せんとね。ステイフーリッシュさん。ようやく中山金牌 G3 で2着。えー、2走前 G3 で3着の馬です。まあ、えー、3歳の え何でしたっけあれ、えー、確かにこの同じ舞台買ったんですけどもあくまでも3歳戦ってことでそうですね京都新妹買ってますけどこれはあくまでも3歳同士の戦いなんでうん実質コバ相手の G3 が今んところ精一杯かなでまあ一応ねえー、まあ、えー、大舞台使うと3走目でこう来たんでまあ一応本気は本気なんでしょうけどちょっと一番人気で。 ぐりぐりはいただけないかなと思って、えー、対抗止まりしております。ただ、ゆうすけさんだけで見ると、今日ゆうすけさんも大爆笑だったね。で、ゆうすけさんなんと今日で3勝、そして2着2回、あっちゃーとすげーなと思って。ゆうすけさん今日本気でした。すんごい本気でした。はい、朝一のゆうすけさんも完璧やったしね。頑張ってください。はい、知ってます。で、えー、本命パフォーマンスプロミス、こちら言うことありないでしょう。 はい。えー、7歳馬ってことでね、評価下げられてると思いますけど、いやいや、この、ま、えー、捨て子らしくっていうかな、もう完全に番宣なんでね。最近はよく伸び盛りっていう感じなんでね。はい。今まで結構ね、ここら辺で、ね、ごちゃごちゃしてね、えー、勝ったり負けたり続いてたんですけど、はい。まあ、すでにもうね、3歳の未勝利戦からスタートしてる時点でね、やっぱバンスやな。はい、捨て子なんで。えー、3連勝してから1戦まで足踏みして、 1000秒間もちょっとね勝ちきれないとことできてようやく最近勝ちを覚えてきて去年日経新春はい1着からはいミクロ記念3着そしてアルゼンチン1着と実に勝なんでうんでマリマ記念度外視たはいでここ、えー、ちょっと休み明けてねまあ、えー、賞金足りてるんで叩きたい手は叩きないなんですけどそれでも勝てる相手かなと思ってますうん でまあたたき台ならね藤原さんとこがわざわざね福永さんを連れてくるってことしないと思うね藤原福永さんはやっぱ勝利の方程式に近いとこありますんでうんまあえー、最強外人が、えー、東京行くならまあ福永さんってことで、ね、ここ連れてきてるんで本気だと思いますうんただただのたたき台だったらね正直福永さんじゃなくてもいいと思うんで藤原福永さんはやっぱりちょっと怖いんで勝っときましょう本命にしておきますね4番人気やったら福永さんもプレッシャーかからんでしょいはい頑張ってくださいうん でも、逆に言うとね、ここ、福永さんで買っちゃうとね、今度はまた G1 の権利がね、福永さんに舞い込んでくるかもしれんので、ね、今までデムちゃんとか頼ってましたけど、うん。これはチャンスだよね。うん。福永さん的にここはチャンスだよね。ここは買っとかん、ね。うん。大事大事だ。アタック。チャンス。はぁ<っ>ま、そんな感じだ。うん。そんな感じだ。ほんまそんな感じだ。大事大事だ。アタック。チャンス。あー、もういいですかわかりました。ありがとうございました。<laughs> はい。で、 えー、あと、ダンビライト、ノーブルマーズですね。まあここら辺、これもサイトダンビライトは、あと、気象の面が厳しいかな。まあ、ただ、一応、大人なしさん、とこってことで、えー、ね、旧社の、えー、松坂くん連れてきました。で、松坂くんは、えー、ダンビライトに関しましては、はい、えー、2勝負けなしなんで、一番話を追ってますんで、えーうん、オッ OK です。あと、ノーブルマーズをちょっと評価、ええー、ガタッと下げましたか。うん。 え、まあ面白いですね。逃げたら確かにこのままネバネバして面白いですけど、ちょっと5番人気ちゃいただけないかな、ちゅうことと、まあノブルバーツ逃げて、まあまあスローの中、あとダンベライド捕まえいったらいいよっていう2等やったんですけど、まあそんなうまいこといかんかな、っていうのが聞け、いや、今の本音でさ、もっと人気なかったらね、うん、全然どフリになっかなと思ったんですけど、えー、腐っても5番人気、腐っても実績ある、まあ宝塚記念3着馬なんで、目黒記念3着ばでしょ。それ考えるとさすがに、さすがにこれをノーマークで野放しにはできんや。 だってことで、はい、厳しくなるかなと思ってます。はい、で、えー、このたちを差し置いてですね、まあ、差し置いてかな、はい、えー、短アナ候補ですね。こちらを紹介します。はい、まあ、いわゆる。 えー、この舞台で今上位4頭は基本的に、まあえー、波に乗ってると言いますか、えー、まだ加工期極端な加工期は迎えていない4頭ですどちらかというとまだ実績出る方の4頭で、えー、逆に加工、えー、復活してほしいなってのがやはり皆さん思ってますこの単勝23番人気タイムフライヤーあるいはマカヒキまあここら辺が多分おそらく皆さん、えー、復活してほしいなってとことなんでしょうね副勝で見てみます とえー、まあタイムフライヤーちょっとやっぱ人気落ちてますんで、まあまあ、若い人はね、えー、札幌県2着と実績当て、まあ、てるんでこ、はいえー、これ見てるとタイムフライヤーとかやっぱ応援馬券が多いんかなと思ってます。で、えー、結局この中で誰をターナー候補にするのっていうことでこの2等は私選びまってんの。はい選びまてんの。やはりこの人気じゃ買えまってんの。と、はいうことで私が本当に復活を願いたいのはこちらですね。はい。 こっちやな。うん。えー、マカヒキと2択やったんですけど、やっぱりこっちかな。マカヒキのこの人気と、外枠でしょ。やったら、マカヒキは外枠の方がいいと思うんですけど、それやったら、打ち引いたハートがゼロ。安城川田さん、京都の外回りのスペシャリスト。うん。ですか、河田さん、この時期強いんですよね。 えー、はい、えー、というのも、えー、勝率17%、3着目し54%で、えーえー、開幕絶好調ってよく言いますけど、それはもうそのはず、この方、京都が非常にお得意なんで、はい、自然とね、開幕絶好調なもうおまけ付きなんですよね。うん、はい、今年も裏切ってません、3着目しなんで5 4トです、京都から始まったらこの方やっぱり強いです、今日は勝ってませんけど、3着2回、2着2回。 素晴らしい。はい、これは素晴らしいです。ちなみに総合もやっぱ京都なんですか教えてください。やっぱりそれ京都ですよね。違いました。ああ、まあ阪神最近調子いいかな。ここさんね、見たらここから阪神、分かりますけど、京都はもともとめちゃくちゃ強かったんでこの方、はい、頑張ってください。特に冬の京都ね。はい、えー、安城 OK です。で、まあ人気はこんなもんでしょう。はい。で、まあ、ちょっとこの、若、ま、引とかと比べたら、最近の成績見ると、うんと思うんですけど、はい。 えまずそもそもハートレーに見えつけた理由をえ見てみますと、やっぱここですね。はい、今日ですね、はい。今日の京都雨上がりでどうかなということで見てたんですけど、京都で今日しぼパだけ、ちょっと見たら芝すごいですね。はい。5レース、1着、ディープブリランテ、3着、ディープインパクト。はい。9レース、3着、当選、お前橋。10レース、 ディップインパクト一着、二着ディップインパクト、十一ース。二着ディップインパクト、三着ディップインパクトってことで、ディップインパクト系、ばばば、びびちゃくちゃ来てます。これ、あっちゃぱお、ちゃポーシャちゃポーちゃポちゃちゃちゃぱーちっと思って、しかもスクリーンヒーロー二頭起きてるって、これ、あっちゃっちゃと思って。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。俺らしからぬことしたな、これ。ええー、土え東京の夜間発売取りやめてば、じゃあ、すいません。ここで話戻しましょう。すいません。今日のレース、かい、そ忘れてました。 あ、すみません。あれ、都合良くても悪くて副所生活の改想しますよ、って言っておき忘れました。で、今日は、えー、京平どうでもいいんでもう。うん、京平やっぱね、両方でこうとはあかんって、はい、言ってたんですけど、私ほんまこうでもうダホやたなと思って、はい。今回、ガンちゃん見ていきましょう。はい。もういいわ。もう副所生活改想するのにね、もう、もう、もうえわ。負けた京平もうええわ。今回やっぱガンちゃんが一着ってこう、嬉しかった。うん。やっぱりガンちゃんやったね、これ。ガンちゃん一番いいけどしな、私のこれ。池添さんって言うだけで、やっぱり一番いいけど、やっぱ古木さん若かったのな。やっぱり京都金貸見てる限り、あれも、やっぱり池添さんと言って勝手なよなと思いながら見てたんですけど、はい。今日は 番手いそうです、ね。今日スタート出遅れた。珍しく今日はね、スタートの出が良くなかってつまずいたんですね、いっぱいね、ポツンってね、はい、ポツンってつまずいたんですよ。で、あれと思って、うん、うん、うんって思ったんですけど、うん、まあまあえーかと思って、京都や島へえかと思って、うん、珍しくこのスタートを決めなかったガンチャンしたら珍しいことが起きたなと思って、はい。で、4番手続きそう。うん はい。で、ガンちゃんは今回、池添さん、えー、理解してました。やっぱり、左右地がね、まあ、ちょっと京都厳しいんですかね。ちょっと雨降った関係もあるんでしょうけど、まあ、使われてきた京都ってのもあるんでしょうけど、はい、ガンちゃん、えー、うちから三棟目のとこを走ってみます、で、外からね、えー、緑の星、頭に一旦並ばれて抜かされるんですよね。 はい。で、こっからもう一回盛り返すってガンちゃん、なかなか見たことなかったんでね。はい。でも抜け出した後に最後ピュッと刺されるんですけど、並ばれたからしぶとかった。今日のガンちゃんは、今日のガンちゃんはしぶとかった。三着を外から勝地、何のそのです。はい。いやー、今日はやっぱ屋根の差を感じましたね。素晴らしい1着5輪。一着ゴーリン、京平五着。おめでとう。っやっとや、やっと京都で買ったか、お前。 やややが必要や言うてたんやんこれ古吉乗ってる場合ちゃうかったやこれスノーステークスとかも古吉乗ってる場合じゃんやってこれやっぱそうやって池添さん阪神よ阪神全然逆風の舞台で2着2回連れてきてんこれそうやろやっぱ池添さんや,んやっぱゾやさねんやこれあっちゃっぽ奥州ここでやっぱり百姓1.1倍やったっけこいつ、うん、まあ、しゃーない人気通りやったしなまあしゃーないやろうな1.1も買っとかなかったよこれ競歩出ればじゃうかとすいませんありがとうございました <laughs> はい、えー、ここまでしていきましょう。で、えー、話を大きく戻しまして、話を大きく戻しまして、はい、えー、シュボバの芝バはやはりディープ系がいっぱい来たよってことで、はい、こちらで紹介しました。で、今回ディープを考えると、やはりまず該当場がハートレーとマカヒキだけです。はい。で、今回マカヒキ選ぶ方非常に多い、えー、やっぱりハートレーよりもさすがに最近実績ありますし、はい、えー、なんといってもですね、このレース枠順だけでね、過去10年ザクっ,ってると8役が絶好調なんですよ。 で、1枠が非常に弱いと。はい、これだけ見ると、枠順とケットだけ見ると、やはり、まか引きのが売れるということが分かりました、はいうん。ただですね、やっぱり京都2200は、やっぱ、岩田さんも強いんですけど、やっぱ、河田さんを買わっときましょうってことで。はい、で、まあ、それだけじゃのうって、それだけじゃのうって、まあ、ディープ活躍するの分かりました。で、えー、このまコメント見てますと、うん、まあ、仕上がりがちょっとハテナなんですけど、やっぱりね、前走もそうですけど、やっぱりね、距離が短いんですって。うん。 距離が短い。うん。ににぐらいがインチあうかってやっぱ言われてました。うん。でもともとこのままで買ったとこが東京2000と中山2000円ですよね。そうここなんよね。もともとね。うん。でまあ共同通信はぼかしてここからね、えー、まあ。 は,かなはい、出てきたんですけどねやっぱ距離が短いの1008で5着でしょでそのその東京に43着取ってるんでやっぱ2 2 0 0か2004 4はベストかなうん単調、えー、ステークスは、えー、お芝居やったし、えー、4ヶ月だけやったし無理やったとはいで前走3ヶ月半けで思い描きましたけど中山さん一これはやっぱ距離が短かったんですよで食素も短いしねうん はい。で、これ考えるとね、まだこの馬がね、完全にね、見切られることはないと思うんですよ。で、えー、6歳馬ですけど、この馬は7000しかしてませんので、まだまだ衰えもクソもないんで、これからです。叩きに層めで距離延長。京都の、京都記念ならディープの庭ってことで、今年は頑張ってください。はい。はい、ちなみに、この馬、えー、あんだけ休み明けて、今何歳なんちゅうことで、6歳です。ちなみに言うと、あの、ホープールステークスの、えー、買った時代、 で後に、えー、目立ちました「マカヒキと同世代です」覚えておいてください <laughs> 意外と覚えられてないんでね「はい、マカヒキと一緒の世代ですよ覚えておいてください」ということで佐藤モンと同世代ですよだからカウジプリンスも同世代ですよ覚えておいてくださいあとノーブルマーズねここら辺も一緒の世代なんで覚えておいてください結構ハートイ何歳なんて方多いと思うんではいまあ輸送もあるんでちょっとハテナの部分いっぱいありますけどまあサンデーレーシングはカ母さん連れてきてますしまあまあ本気やと思ってますこれははい頑張ってください はい。あと、共同通信杯行きましょう。共同通信杯、結局、ダノンキングリー本命やめて、やっぱり、その、アドマイマードにしておきます。はい。5と、印打ってますけど。うんはい。7と中5とも印打って赤字かなと思ってますけど、はい。アドマイマード多分、断然一番人気でしょうね。うん。やろうな。この馬しか強い回らなかったわ。で、えー、この馬ね、えー、試運転デモちゃんしてくるかなと思ってね、結構期待してたんですけど、無理やな。はい。なぜか、今日。今日で分かった。 今日の今日とデムちゃんなんとやる気なし完全に明日に向けてこれ。これは明日に向けてやったわ。やられたわ今日。まあ、浅草元気一切かけなかったんけど、まあ、今日は全然やる気ないなと思って。はい。もうこの後の日曜日の重症怖いからね、覚えといて。覚えといてこれ。めっちゃ怖いこれ。もう、もう勝つ気まんまも 誰でしょうアダママーズ試運転して次本ちゃんかなっていうねデムちゃんの悪い試運転かなと思ったんですけどよう要望考えてアダママーズってこの後ルメちゃんが乗るんよねってことでここ無理やりねもうしごいてしごいてアダママーズを消費させてください,いやでしょ多分,多分そっちなる狙いがうデムちゃん多分そうやろおろされた俺じゃあもうこいつもずっと消耗したんね次落ちるよお前って感じやろめちゃくちゃやるけどまそんな感じやろはいまあこうしょ負けなしで人気背負ってもろてルメちゃんで飛んでくださいまあ飛ばんにやろうけどな、まあ、頑張ってください レムちゃんは多分本気や。明日は本気や。明日ね、多分ね、まあ、本気言うても4層しか乗ってませんから、もうさらに本気ですよね。いつもね、午前中のレースもあったらね、午前中ポカポカしてね、大体昼から本気なんですけど、今回もう、あ、花から午後しか乗ってこない言うてるんで、明らかに朝休憩してから来るでしょ、これ。もう本気やもん。もう、もう本気。もう本気。誰でしょう、10レースにサングラスつけてくるでしょ、これ。ま、サングラス被ってたぶんくれるの、これ。はっ。 そうやろサングラスにデムちゃんもサングラスつけてこれくるやろあ,あもういつかいですかごめんないねってことでした。<laughs> そりゃ本気よ。はい。ってことで、えー、アドメザーズ本気、ダノンキングリー対抗戸崎さん、ただ一応億の戸崎さんなんでハテナありますけど、前走圧巻見ると、えー、2勝馬はね、えー、前も見ました、えー。最近のクラシック路線は2勝でもね、900万く、えー、持ってても足り,ひんけ、えー、足りひん状況多いんでね、はい最近ちょっと、えー、オープンクラス、えー、あるいは重賞の人と格付けが多くなってきたんで、 はい、やっぱり1000万以上賞金持っとかんと厳しいよっちうことで900万じゃ、えー、多分抽選の世界になると思うんでここは頑張ってくださいあと穴馬、えー、に、えー、ゲバちゃんですねはいゲバちゃんシンバ上がりですけどこれ前も見たかなゲバちゃんは足が良かったですよ芝山さんでよ京都で買ったなってことやってめちゃくちゃ悪かったんですけど、えー、赤の、えー、4番のこれですね、はい、外からまくっていい足ですよこれ。 これはいい足ですよ。えー、後方7番手ぐらいから。後方7番手でちょっとおげさいな後方7番手でも何番手で話できる。はい。一頭ちょっと足が違うかったんで。うん。共同通信杯ね。はい。まあ、クラージュゲリエ等々強豪馬いますけど。うん。なら、その馬たちに万が一勝てる馬誰かなってことで。うん。う未知数の馬をぶつけたら一番範囲ですよね。はい。変にね、実績あって勝てとか見るよりは。うん。 もう一生負けなしとかね、もシンバ上がりとかは。別にね、シンバ上がりやからって2層目ね、えー、ポカするとも限りませんし。うん、むしろね、シンバ上がりの馬でね、過剰人気してる馬よりはね、やっぱこの5番、6番人気のシンバ上がりの馬方はそれは賢いぞ、期待的に。それは賢いわ。そらそうやろ。そらそうやろ。頑張ってください。あとは、白三角にッサマグナこちら、藤締め。またややこしい。またややこしい。藤締め前奏を飛んだからね、去年、去年ちゃうわ。えー、先週、飛んだよね。 誰か忘れたけど、飛んだよね。はい。あ、ターボロンドンか。はい。えー、今週はどうでしょうか。藤沢さん、ホ星マグナと明日、ミリオンドリームズ。こちらも非常にてなんですけど、今週は藤原ラん、藤原さんちゃわい。藤原さんちゃわ藤沢さん。多分んお試し、お試しレースなんでしょうね。はい。ルメちゃん、今日、東京で飛んでもうたんで。はい。えー、こんだけど、あ、で、あれやね、明日一投だけじゃないね。明日あれやね、重賞だけ確か抽選なしで。あれやね、まだ枠順、 枠順やり直せんだったかなあれ枠順って、目、重症よやり直すんかあれどうやったかなすいません、忘かっました。ありやりな、ちょごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。あれあ、まるで出ないよね。あ、すいません。だからあれやね。他のレースはちゃんと枠順決めて、明日決めてからなのにね。すいません、ごめんなさい。わかりました。そうやね。クイーンカップだけ使えますってことね。枠順ね。はい。すいません、ありがとうございました。はい。さあ、問題の復勝生活ですね。え重、ー、症のレースはある程度、 えー、珍しく最近なんか100%超えたり超えんかったりっていいとこ言ってるんですけど副賞生活とかちょっと中共で逆に逆にねドハマりしてもってあかん方にはまってもうてね最初よかったんですけど最近よくないとさあ何を買おうかなってことで、はい、中共ないし明日どうしようかなと思って今日ガンちゃん謎に逃したしどうしよう思って。 で、まあ正確なんでね、えー、東京と京都明日メイン一応ありますんで、じゃあもうホクラのメインにしておきましょうか、シンプルにいいと思って。はい、えー、関門京ステークスか選びましたよ。うん。で、えっ、ー、とねー、えー、今はちょっと、えー、ターゲットナンセンスなんですけど、個人的に今ね、バティスティーニが売れると思ってたんで、うん、すいません。 えー、バティスティーニをね、ちょっと今はターゲットにしてるんですよ。ちょっと間違ってるかもしれないですけど。うん。人気なかったらあんまり効果ないんですけどね。バティスティーニが売れるかなと思うんだけど、甘かったな。ちゃうかったやっぱり。ちゃうかった。安が言いすぎたかあ。そうか、わかりました。やっぱレノバールとかが人気出るんか。すみません。これちょっとターゲットはちょっと今回目測が余ったかもしれませんけど、てないあんまり出てないんで、あらかじめこれでチェックです。はい。で、今回何選んだかっていうと、はい。えー、今回はですね。うん。 え非常に迷ったんですけど、えー、今日の、えー、小倉のレースっぷり見てみました。で、まあざっくりね、もう分からんかったら、もう地で行こうと思って、今日ね、どこ進路通ってね、買ったかって、まあいろいろ見てたんですよ、枠順とか見て。ただね、今日はもうまばらでしたわ。もう前で決まったり、えー、外から回しても勝てたりと、ちょっとね、やっぱ開幕中の雨の影響かな。 いやややったんで、ちょっとやっぱあったんでしょうね。想像でも悪くないってことです。差しもちょっと決まってきたんで、うわ、鬱っとしいと思ってて。んで、その中で注目したんが、もうその後地いかなと思って。屋根も見たんですけど、屋根もね、芝の屋根っちゅうても、なんか微妙なんですよね。うん。まあまあ、えぇ、ー、禁止のは鮫島くんとかいいかなと思ったんですけど、まあ、それでもそんなはっきりとしなかったんで。はい。で、今回も死亡で行こうと思って。えー、ちょっと注目したんがですね、 はい、えー、まあ今の時期、冬開催らしいゲットが来てますっていうのも、はい。ビンジャーですね。うん。今日ビンジャーが、えー、小倉、今、これ2勝出てます。ね、で、まあ、ビンジャーの2ぐらい別に普通なんですよ、ね。しかも1万人気っ4万人気のビンジャーでしょう。まあもう普通かと思って。えー、ただ、もうちょっと掘り下げてみると、えー、ビンジャーですね。えー、まあちょっと仮に、今回誰に見ようかな。えー 誰かビンジャーおったっけビンジャーの人気のやつ。ビンジャー、あ、カウジバンガードの人気か。こいつでやめビンジャー3区ですけど。うん。もうちょっと掘り下げてみようと思って。ビンジャーで今日土曜日ですよね。で、小倉だけ絞りますと4と出てます。で、えー、3レース1200メートル。まあ、これはちょっと距離が違うんで、えー、ビンジャーってやっぱ中距離なんで、えー、3レースは土外師かなと思って。うん。で、4レースのギルマと10レースのハバナ・ウィンド。こちらはビンジャーの中距離でした。うん。 で、えー、10レースね。こちらも同じくアドマイヤリーブラ。えー、こちらも、えー、中距離ですね、同じね。で、こちらが4着です、8番に切る。5着のアドマイヤローザ。こちらは小倉5レースは、えー、確かダートやったね、度外いし。となると今日、えー、小倉の中距離で、えー、ハービージャン・サンク3頭出て、1番に1着、4番に1着の8番に来る4着と。ほぼほぼパイクですわ。 で、これを考えると明日ビンジャーにしようと思って、はい。線8 0 0メートル、いわゆる中距離でビンジャーガイトバ3と言います。はい。まず1投目、えー、3枠5番のチカノワールと、はい。あとさっき言った10、いえ,いえ6枠11番、カフジヴァンガード。と、最後に8枠14番のアグネスホルテ。で、えー、カフジヴァンガードがこの人気で最近全然答えられてませんし、ちょっといいかなと思ったのと、うん。 アグネスホールっ非常にうまいやんですよ。アグネスホールってね、鮫島君今日乗れ、まあまあ多少マシやった乗り方マシやったんで、最後の芝のね、中距離も買ったんで、おおっと思ったんですけど。 うーん、確かにね、前走負けただけなんですけど、ちょっとまだ安定性に欠けるかなと思って、やめときましょうかぁ。これ、ちょっとアグネスホールで来たら一番お腹痛いんですけどね。まあ、外枠もそう8枠はちょっと厳しいかなと思って。で、えー、どっちかっていうと、こっちのが無難かなと思って、せっかくなんで当てに行こうと思って、こっちの便乗にしておきましょう。ある程度人気出ますけど、あ、すいません、シャレルマルチェです。ごめんなさい。<laughs> すみません、間違えました。ごめんなさい。地下のワールです。シャルニーマールと地下のチカノワール。ちょっと文字、ちょっと文字的にできるこっちです。ありがとうございました。はい、地下のワールですね。7番人気か。そんな人気ねえへんあんまりマジであれお、もうちょい人気出ると思ってんけどな。あんまり地下のワール、電気出た、ね、おっと。マジか。それやったら美味しいぞ。あんまり ?7 番人気嘘やろ。1番人気で副賞やばいんじゃん二2倍つくん。すげえな。これはターゲットもクソだや。バティスティーのターゲット。 関係ないバッティスにターゲットはでもすげえな、そんなちゃうん。ええ、はい。え、チカノワールさん、ビンジャーの中たら好むかなと思ってます。うん。はい。えー、好むもともとね、ダート経験もありまして。で、その前も小倉で実績あるんですね。1008年着と。はい。で、えー、っと、最近ですね、ダートから、ダート、まあダートからとかダート1回使ったんかなちょあ。もうちょっと買ってるから、ダート使った後して戻しまして。 はい二着、四着、五着。で、えー、ここからですね、えー、去年の夏に本格化ですね、えー、まず函館2000で1着、はい、次、小倉1 0 0 0で三着、えー、小倉二0で一着の小倉の中長距離は、えー、成績一一一ゼロです。はい。え一一一言い過ぎた。一一 1, 1しやっときますすみません、ごめんなさい。あ、すみません、一 1, 1、1、1です。一回負けてますけど、はい。ってことで、小倉4、パークド。で、えー、小倉のね、 えー、レース見てると、えー、まあ、4走前から見ましょうか。もうね、なんか小倉らしい競はしてますわ。うん。で、直線も短いしね、えー、ね、残り600の標識もだいぶ遠いんで、やっぱそこからスパート、ロングスパートできる馬ですね。はい。スタートゆっくりの馬なんですけど、うん。えー、この時3着やったんですけど、はい。赤羽のチカノワールさん、この位置にいますね。はい。 で、結構、このままね、まあ、かかりにくめ面っていうかね、まあ、気性が荒い大げさですけど、結構前に来たがる面がありまして、メタカさん眺めてるんですけど、うん。だからね、逆にゴーサインかかったら、このままほんまにビャンっていくんですよね。ただなさえ聞けば、さえーサインさえかかれば、残り600の標識くらいかな、ちょっと待って、残り600の標識、えー、通過しました。ここら辺ぐらいかな。もうちょっとかはい。この、ここですね、600の標識確認した後のゴーサインですね、やっぱり残り3波論が重要って、ここらやっぱ言いますんで、はい。うん。 やっぱりこのまくり方もね、やっぱり小倉に合ったスタイルな、このままらしい競馬やなと思ってます。はい。お、外回してますけど。はい。えー、最後ちょっとね、外回った分疲れたんと、ちょっと後方一気にやられたんで3着やったんですけど、まあまあ、小倉の実績はあります。前走前走というか2 2、2、走前3、走前か。はい。えー、この時も、えー、ゆっくりスタート出たんですけど、近藤のさのままでしたっけ近藤の、9番ですね。はい。えー、 この時も今後方ここですねえー、っとここやで、ねはいえー、今口を割ってますけど、はい、後方でこうか豊さん必死に押されてますけどはい、えー、まだちょっと生かしてくれ言ってるんですけどまだ裕豊、ま、さんが「まだやでちょっと待ってや」やで、残こう600個標識まで待ってやでちょっと待ってちょっと待って」って言ってるんですけどもうまが,馬があかん言ってねはい。 で、まぁ、あ、この時のタイミングはね、えー、外から12番がちょっと、まぁ、あ、これが、え、例のアグネスホルダーなんですけど、これはちょっと行ってもうたんで、地下のラ行ってもうたんでしょうけど。はい。まぁ、あ、ちょっと仕掛けるタイミングが範囲かなぁと思うんですけど、多分ね、豊さんの判断的に多分これ思ったり今がね、えー、まだまだ余裕やったんでしょうね。うん。生かしても全然多分余裕やなと思って行ったんですけど、行ってみたら、えー、何のそうですね。はい。残り6 0過ぎて5三にかかって行ってみたら、もう、何のそのでそこれ。何のそんなや、これ。もう、はい。もうあ、こいつやばいなーと。あ、これ余裕やなと多分、やばいですね。小倉、めちゃく えー、距離延長なの、その、一ハロン全走ロ延長しますが2000メートルで回しちゃうと、もう一人旅ですもんね。はい、一人旅で、コンマ7つけて、ゴーライってことで、小倉最強説です。す小倉は最強説や。うん。まあ、今回ちょっと距離短縮なのかな。一応1008になりますけど、まあ十分と思ってます。ベストは2000なんでしょうけどね。まあ1008でも、マイク面があると十分と思います。はい。で、2層前に、えー、小倉帰ってきて、3ヶ月開けて、えー、叩いて1回目7着。 前走も全然距離わからんとこですよね。この半身2400を使うっていう、まあ意味わからんとこ使いました。うん。無理やろ。無理なとこ使ってるこれ。はい。えー、距離クソ延長、急坂2階。これはただの虐待です。<laughs> これはただの虐待や。 はい。えー、しかも逃げてますしね。誰も行くもらなかったら逃げましたんですけど、ちゃんです。うん。いやー、こっからの小倉2008、距離短縮、歓迎、えー、急坂なし、大歓迎でしょう、これ、この前にとっては。これは大歓迎。てか、前奏でたことてた。なんでこんなとこ走らせるの俺、はちょっと。長いし、早終われよ、と思ってた、これ。長いやろ、お前って言ってた、これ。はい。 ただ、男女が、えっと、かかさんじゃなくて、男女が、元気さん。ここだけ不安。おお、不安やなここだけやな今日3着1回がこれだったやしな。さあ、あとは元気さんすれです。元気さんが頑張ってきてくれたらいいんですけれども、まあ、足あるんで、じっくり家ちで貯めてもらって、最後にロンスパで頑張ってください。ま、あれはまさん理解できるかなこれ。逃げたらあかんで。<laughs> 逃げたらあかんで <laughs>。頼むで、前走みたいなことしたらあかんで、ちゅって。頑張ってください。はい、ということでお待たせしました。解明の方に戻りましょう。キャ はい、えー、京都記念ですけど、えー、本命からまた印順に生まれんと三連服ボックスいつも通りの買い方になっておりますはい、えー、まあまあまあ、まあ、いろいろてんやわんやしましたけどまあ普通に G22 勝してる、えー、パフォーマンスプロデスが実績あるかと思ってちょっと舐められた席はこのままかかりましょうはい藤原さん福永さんということで鉄板のところで頑張ってくださいはいあと多賀な候補ですけども可否じゃなくてこっちのディープってことでハートがゼロ頑張ってください はい。あとは、共同通信杯ですけど、やはり嫌でもデムちゃんが本気です、これ。うん、完全に今日、試運転ばっかりで、全くやる気なかったからな、今日。うん、多分、教員の向けての本番なんでしょうね。はい。あとは、えー、ゲバラさん、上がり優秀前走ね。新線上がりですけど、優秀やったんで、頑張ってください。はい。ということで、以上で本ちゃん終わります。また明日ですね、お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。